こんにちは。今回はホステスさんにアンケートを取ってみたというシリーズなんですけども、銀座で働いてる1年目のホステスさんが自腹で今まで買ったものということをヒアリングしました。これはブレアドゥのお店の女の子たちにヒアリングしたんですけれども、ブレアドゥの女の子たちは去年の6月にオープンしたお店なので、まだ未経験の子、銀座初めての子は結構多くて、でその方たちは今やっと2年目になったので、その時のね記憶を、その時の思い出を思い出してもらって、この1年間で何を買ったかなっていうのをヒアリングしました。ではまず1人目はネックレスっていうのを答えてくださった方がいたんですけども、ネックレスはカルティエのアミュレット・ドゥ・カルティエというネックレスです。これ確かに最近見ますよね。私がブレア立ち上げた頃、2016年といえばですね、もうカルティエのネックレスといえばジュストって言って、この腕にぐるっと巻いてるこの釘みたいなねモチーフのブレスレットが一番流行っていた時期だったんですけども、でそれと、それに付随してこう、まあ、ピアスだったり、まあ、指輪だったり、あとなんかの、まあ、ネックレスもいろんなのがあったんですけど、最近はねそのジュストも人気もちょっとやや落ち着いてきて、で今はこういった、違うカルティエの中でも違うデザインが今はね人気なのかなと思いました。カルティエ可愛いんですよね。もうどれもねデザイン素敵だし、女の子の憧れっていう感じがします。私はカルティエといえばですね、時計を、まあ、何本か持ってるんですけども、カルティエの時計ってやっぱりしっかりしてるし、その時計ってやっぱり値段が下がらないっていうかね、価値が下がりにくいなっていう感じがいたします。夜働いてる方だけでもなくてね、こう昼間働いてる方でもカルティエの時計つけてらっしゃる方多いんじゃないでしょうか。結構長く愛用できるアクセサリーとしてカルティエは人気があるそうです。次にホステスさん買ったアイテム2つ目はセリーヌのラゲージナノというカバンです。このカバンもよく見ますよね。これもね中にしっかり物が入るし、そしてねちっちゃいカバンサイズもあるので、ホステスさんが仕事行く時に使うミニバッグとしてとても人気があるそうです。このカバン結構街中でも見る気がするんですよね。まあ、ホステスさんだけではなく OL さんとか、まあ、いろんな方にねこれ愛用されてるカバンだなって思います。最近の動画でホステスさんが愛用しているカバンっていえば、まあ、こういったね動画上げたことがあるんですけども、その時もねこのカバンだったりとか、ホステスさん人気があるのはねピーカーブーとかね、あとヴィトンのカバン、ちょっとね頑張ってて、高いカバン買えた子はレディリオのカバンとか、そういったカバンがホステスさんの出勤カバンに非常に人気があります。このあたりは売上のお姉さんが持ってるっていうイメージです。このセリーヌはそのピーカープとかレディリオルに比べたら少し値段がお安くなっているので、こちらはね自分で買って1年目仕事頑張ろうってホステスさんが持ってそうなカバンだなと今私はイメージしました。では3つ目はヴィトンのカプシーヌ BB です。これ結構高いんですよ。よく1年目で買えたなと思って、すごいなと思いました。私はね1年目でこのカバン買う勇気はなかったですね。やっぱりカバンって、まあ、今ちょっとね値段がどんどん上がっていってるんで昔と違うんですけども、10年前ね働き出した頃って30万円ぐらいっていうのが一つのねラインだったかなって思います。30万円前後、30万弱から35万ぐらいの間のカバンを持ってれば、まあちゃんとしたカバンっていう感じで仕事に向けるって思っていたんですけども、最近ねヴィトンも、まあ、シャネルもエルメスもディオールも全部値段が上がっていて、なかなかね30万でそういったねバッグっていうのもね少なくなってきたなって思います。このカプシーヌ BB は今はねもうヴィトンの顔じゃないですか。どこに行ってもね入り口の近くにバーっていっぱい置いてあるし、いろんなデザイン、いろんな色があります。私も実はね一つだけ持ってるんですけども、でもねカプシーヌ BB ってあんまり使いやすくはないかなと個人的には思いました。というのも、私は蓋がねこう閉まるっていうか、こう蓋がなんか安定感がないっていうか、まあ、それがデザインなんですけども、ヘルプの頃は車もなかったし、普通に電車とかタクシーもたくさん使っていたので、なんですかね、物をねこうカバンに1回出るためにこう全部詰めて1日の荷物を入れたかったので、このカバンはちょっとね入りづらいなっていうのを思っておりました。まあ、物が少ない人だったらいいんですかね、財布とか携帯だけだとちゃんと閉まるのかもしれないんですけど、結構たくさん物を入れるとねこう蓋がなんか閉まんなかったなっていう印象があります。だけどね上品なカバンなのでドレスにも合うし、私服にも合うし、カチッとしたとこも着ていけるし、なんかいろんな用途があるのでこのカバンはね人気だと思います。では4つ目はロレックスのデイトジャストだそうです。
これも高いですね。よく買えましたね。すごい。っていうか今ね、ロレックスがほとんどないんですよ。この間も銀座6に買い物に行った時にね、ロレックスの店バーって入ったんですけど、その時にね、在庫があったのが2点しかなくて、それもレディースが2点でした。で、その2点も金無垢っていうんですか、金のこう全部金でダイヤがパッと入ってるタイプで、まあ、500万ぐらいするものが2点あっただけで、あとメンズも1本もないし、レディースのもっとね安いのもなかったんですよ。だからこの100万円のロレックスを買えたっていうのは結構ラッキーなんじゃないかなって思います。本当にないらしくて、店員さんに聞くと、もう朝から並んでる方もいるし、入荷があれば買えるけど、まあ、ほとんどもそういうのなくてみたいなお話を聞いたので、ロレックスを買いたい人って今どうしてるんですかね。気合でロレックスの店をこう回ってるんですかね。朝から並んでるのかなってちょっと考えてるんですけども、まあ、そういったね、物がね結構ないんですね今ね。ブランドショップ行っても、まあ、エルメスに行ってもね、カバンが置いてなかったりとか、ロレックスに行っても時計がなかったりとか、リシャール・メル行っても時計がなかったりするので、結構人気のねお店をねこう回って、まあ、自分に縁があったら買うっていうねパトロールをされる方も今多いって聞きますし、まあ、そんな中でね1年目でこの100万円する時計を買ったっていうのはね、まあ、すごい気合入ってるなって思いました。こういうのをね、自分に投資して長く使えるものにお金をかけて、仕事頑張りたいからこれで頑張ろうっていう、こうモチベーションを上げるのにね、非常にいいのかなって思います。では最後5つ目、5つ目はティファニーのピアスだそうです。ティファニーのピアス、確かにこれね、お店でつけてる女の子いるんですよ。これ可愛いですよね。こうシャンデリアみたいにね、ぶら下がるタイプで、ドレスにはこういったぶら下がるタイプの華やかなダイヤのピアスってすごく合うので、とても可愛いなって思いました。で、こういったシャンデリアのピアス、私も1種類持ってるんですけども、それを買う時に結構いろんなメーカーのピアス見たんですね。例えば、まあ、グラフだったり、ティファニーだったり、カルティエだったり、あとはどこかな、まあ、照明とかね、ブシュロンとか、そういうとこ全部見たんですけども、私はその時ハリー・ウィストンで購入したんですが、その時にやっぱ値段がね、すごいまちまちで、結構ね、やっぱピアスってネックレスや指輪に比べると、まあ、耳が2つあるからね、2つ買わなければいけないから高いんですよね。その中でもやっぱり華やかに見えるデザインという、 こう形とか長さとかねあるのって、まあそんなになくて、特にまあ予算とかね決めるとなかなかないんですよね。これをねつけることにテンションも上がるし、そしてそのドレスに合う、こうちっちゃなピアスよりもやっぱりね大ぶりのピアスの方がドレスに映えるので、それからなんかね仕事のやる気がさらに上がったような記憶があります。で、この女性のホステスさんも、私がそのつけてたねそのピアスを見て、あ、なんかいいなって思ってもらったみたい で、それで何か買えるものがないかなと、探して買ったそうです。いろんなお店を見たそうなんですけども、ティファニーでねその可愛いこのデザインがあったので購入したということで、確かに可愛かったです。いや、ほんとね、なかなかないんですよ。値段が高くてもいいんだったらいくらでもあるんですけども、まあ、現実的な値段、例えば、まあ、200万とか300万以内とかになると、もうほんとね、結構限られてきます。私が見たね、グラフもね、1500万ぐらいしたかな。なんか照明とかでもね、そういうこうシャンデリアタイプってやっぱ1000万以下なかったかなっていう気がするんですけども、まあ、そういう中でね、だんだんね、こう自分に合うものを絞っていくと、自分に合って、しかも可愛いもの、納得できるものにね、出会えたっていうのはね、いいことかなって思います。いやー、ほんとみんなの話聞いてると結構ね、高いもの、自分で、自腹で買ってるなって思いました。まあ、それもね、やる気につながるので、先行投資にいいのかなって思うんですけど、カバンも今高いですよね。なんで上がったの？まあ上がったんでしょうね。普通にこう、円安&、まあ、物価も上昇ということで、30万で買えたカバンが今ではね、多分40、50になってるんじゃないでしょうか。あとピアスもね、海外のものね、ティファニーとかカルティエも全部海外のものなんで、どんどん上がっていくと思うし、シャンデリアタイプとか、まあ、抜きにしてもね、ピアスって大体やっぱ100万200万っていうイメージありますよね。高い。で、私がねヘルプの時1年目何買ったかなって今振り返ったんですけど、高い買い物してなかったような気がします。靴が好きだったので、仕事で初めてジミーチューを買ったと思うので、それでジミーチューにハマって、ドレスに合う、まあ、10センチぐらいヒールのジミーチューをちょこちょこ買って集めていたような記憶があります。なんかね、昔はね、ジミーチューと、あとはね、あとルブタンがあったんですけど、ルブタンはねあんまり足に合わなくて歩きづらかったので、ジミーチューのサンダルを愛用しておりました。
それぐらいかな。だから11、12万ぐらいが自腹で買った高いものかなっていう記憶があります。あとはね、化粧品とかそういったものをね、ちょっとこういいものに変えたいとか、いい仕事の洋服買ったりとか、もうそのレベルだったんですけども、でもハイブランドのドレスはもう持ったこともないし、ママの時にやっとそういうワンピース着てたかなっていうようなイメージなので、最近の女の子はみんな自分で頑張って稼いで自分に投資してるなって改めて感じました。皆さんもよかったらね、私1年目だけどこういうもの買って頑張ろうって、何買おうかなって迷ってる方がいらっしゃったら、ぜひ参考にしてみてください。それではまた。